リタカ式は中華民国の政治家、軍人。中国同盟会以来の革命はじめしで中国国民党の言動の一人でもある。国民政府では地方行政の専門家として地方制度の立案に深く関わった。字は、白英。幼少の頃、多摩平書院で学ぶ。1909年、雲南陸軍小学を卒業して、湖南陸軍中学に入学。 さらに、保定陸軍軍艦学校第一期不評科に進学した。1911年、天津で中国同盟会に加入する。同年10月、武将危機器が勃発すると、武漢へ急行し、高校から特選参謀に任せられた。1915年、五国戦争が勃発すると、李隆式は、五国軍の中上海代表に任命され、 格闘派や評国省との交渉を担当した。特に評には中立の立場を取るよう説いている。翌年6月、遠征外が死去すると、雲南特軍不参謀所長に昇進し、北京政府の霊元広氏から陸軍少将位を授与された。1918年、日本へ赴き、地方自治の視察を行っている。1919年1月、雲南少子成功。 ところただし弁に任ぜられた。1921年3月、李高敷は、東大次行の代表として、関東に赴き、軍政府交通部次長に任ぜられ、さらに部長事務を処理している。1923年8月、中越天軍、第二軍参謀長に任命され、陳敬明討伐に活躍し、孫文から陸軍中上位を授与された。同年中に大本営で、 参議や高級参謀を務めている。1924年1月、関東工房司令に任せられ、中国国民党第一期中央執行委員候補に当選した。同年6月、中越天軍軍長代理となる。1927年、北伐に参加し、南京で国民革命軍総司令部参事に任命された。1928年、李高敷は、 党を次行失脚後の雲南省に戻り、中国国民党の代表として党の影響力を伸ばそうとする。しかし、李和省内の学生や各団体など各社会勢力に強圧的な態度で臨み、ついには学生でもを武力鎮圧して死者を出してしまった。これにより省内から李追法の声が高まり、さらに党中央の勢力伸長を望まないくも、 南省政府主席流雲からもみ放され、李は、省から退出せざるを得なくなった。1931年、国民党第4期中央執行委員候補に任ぜられ、1934年には、チャンス省の高年県で、党務指導委員会主任委員を務めた。翌年5月、監察委員監察委員に任ぜられ、11月には、党第5期中央執行委員に選出されている。 1936年1月、中央地方自治計画委員会副主任委員となった。日中戦争勃発後は、河南省で東部特派委員を務め、1939年6月には、行政院建政計画委員会副主任委員となっている。1942年4月、官縮省政府委員に任ぜられる。翌年以降は、 県庁専人のための各種試験実施に取り組んだ。1945年10月、雲南省政府主席龍ウ,ウモが、小解析により、武力で罷免されると、その公認となるために、李高式が指名され、省民政庁長兼主席代理、雲南省党部主任委員として、久しぶりに雲南省に戻ることになる。これは、龍ウ,ウモの後継者と目されていた露館が公認となる。 ことをショがが、望まなかっったがたた。めの措置であったところが、李タ式は、前回の反省もなくまたしても、強圧的な態度をとり、運ん派や省内各社会勢力から反発と敵意を買うだけだった。このために、省会席も、李を正式な省政府主席に任命することに二の足を踏み、12月には、露館をベトナムから呼び戻して、主席とせざるを得なくなる。挙句に、 李は学生でモ武力鎮圧事件をまたしても引き起こし、翌年2月民政庁長などからも非免、再び雲南省を追い出されてしまった。南京に戻った李高式は当時、1947年雪のり国民大会代表に当選している。国境内戦で国民党が敗北すると李は台湾へ逃亡し、引き続き国民大会代表を務めた。 このほか、総統府国策顧問、党中央評議員、幸福大陸設計研究委員会委員、中央政治大学教授などを歴任している。晩年は中国地方自治学会理事長に就任し、地方行政に関する各種書籍、雑誌を刊行した。1978年6月16日、台北市にて病没。去年91。ありがとうございます。